はい、今回はことちゃんです、はい。まあ、昨日ラウンドどうでした、はい、楽しかった楽しかった楽しかったです。何それ、何それ。前半がもうす何やって もう全然うまくいかなかったんですけど、うん、まあ、後半は前半よりは全然良かったです。全然良かった、はい。じゃあそれは、まあ、なんで起こったと思う。なんでだろう。なんでだろう。いや、もう簡単ですよ。まあ、昨日は小竹梨乃プロが、遊びに来てくれたんですね。前半、まあ、男性チームと一緒にやっていて、うん、後半入ってきてくれて、どうだった。私はリノプロが来てくれたらどうだった。うまくいきました。うん、嬉しかったはい。そうだよね。あの、まあ、モチベーションっていう問題ですね、うん。あのゴルファーにとってすごく大事なのは、うん、あのゴルファーにでもないですね、全て その競技習得だったり何か、うん、まあ、勉強でも何でもそうですよ、はい。モチベーションが高くないとできないわけだよね。まあ、僕はまあもちろん東大ゴルフの監督をやっていて、うん、東大生たくさん見てるけど、うん、その彼らの最終的なモチベーションって東大に入るとかね、うん、その目的があって、それに対してのモチベーションがあるから、うん、その嫌なことでもできるし、うん、頑張れるわけだよね、うん。私ゴルフモチベーションあるんだよ。あるんだけど、あのね、これはね難しい問題なの。あのゴルフが日常化するとモチベーションは下がります。要は朝テレビつけるとかと同じぐらいのレベルになるから。だから通常皆さんは全然違うんですよ。このチャンネルをご覧になってる皆さんっていうのはもうゴルフ楽しくてしょうがないからここで勉強したいと思ってモチベーションめちゃくちゃ高くて見てる。だけど、うん、もうことちゃんがゴルフ嫌いとかってないでしょ。モチベーションは小さい頃から結構やるとゴルフが日常化するんですよ。生活の一部になるんですね。だからティーグラウンドに立っても緊張しないし、まあ昨日は分かんないよ。ただ普段のゴルフの時に、あ、明日ゴルフだから寝れないって思う、うん、思わないです。全然。どうなる。爆睡爆睡だよね。爆睡だよね。あ、まあだから極端です。明日もゴルフの練習に行くね、うん、ね、今週もゴルフラウンドがあるっていう日常化するじゃん、はい。そうするとモチベーションが低下するっていうか普通になっちゃうわけ、うん。だから何かのこう大きな試合があってここに向かって頑張ろうとか、うん、何かがないと私は結構力を発揮する、そのモチベーションを保ちにくいっていう状態にはなってるんだろうなと思います、はい。もうあまりにも落差があって、当然この問題って大波賞ってアマチュアゴルファーの方だと午前中が良くて午後がいいとかね、まあ、例えば頭がいい流れの問題とかいろいろあるんだけど、それ以外に今年は横たわってるその問題っていうのは、あ、モチベーションの問題だなってすっごい感じると思う、はい、ね。だから練習とかも工夫した方がいいよね。日常的に練習してることっていうのはもう本当に飽きちゃってる可能性もあるから、意外と練習テーマを変えてそのモチベーションをこう変えていかなきゃいけなかったりするわけ、うんうん、ね。はい、だって私練習、まあ、楽しくか楽しくないかって言ったら普通でしょもう、はい。別に、あ、今日もこの時間に練習があるよねって、うん、そうだよね、はい。だってみんなジュニアの子ってみんなそういう感じだと思いますよ。うわ練習楽しいとか、まあ、試合があれば楽しいです。だから子供同士でラウンドすると、うん、まあ、楽しいからモチベーションが上がってうまくいくみたいなことってあると思うんですけど、一人でやったらあんまり面白くないよね、はい、はい。ね、で昨日、まあ、後半小竹梨乃プロが来てくれました、はい。梨乃プロがいたところからバンとスイッチ入って調子上がりました対戦してる時にはかなりピークで調子上がりましたっていう感じだったんですよあ、もう琴ちゃんすごいモチベーション高くなって楽しそうと思ってましたけど、これ前半と後半が入れ替わってれば僕は逆の感じだったと思います。よく往々にして琴ちゃんにある感じ、はい、ね。今日もモチベーション高い。今日は低い。よくわかんない、あんまりよくわかんないです。いや、あのコントロールできないからね、モチベーションってなかなかコントロールできないから、はい、自分でその試合を設定したりとかっていうことだったり、うん、練習環境を変えたり、そのモチベーションってなんだろうな、先生だとコースとか、あ、例えばアメリカに行ってうわこのコース回りたいっていうコースで回るとかもモチベーションになるし、うん、そうすると練習をしようって気になるじゃん、うん。で今でも練習いっぱいやってるんだよ。あ、このバンカー出してみようみたいなのもそれもまたモチベーションになるじゃん、はい。
だからモチベーションの問題はすごく重要で、はい、今のことちゃんに起こってるこのなんとなくの不調感というかさ、その大波召喚みたいなのっていうのはすごいこう自分じゃないところの要因が大きいよね、うん、もう見るからに大きいと思います。まあだからちょっとあんまり今日レッスンって感じじゃないんですけど、モチベーションの問題あるんだと、うん、こういうのって関係するんだっていうリアルなねこう話をしています、はい、ね。まあとはいえ技術チェックということで最後はポコポコっと打ってもらおうかな。なんかずっと話してるよって。でも本当はもうカウンセリングみたいなこういう話がすごい大事で、技術っていうのはなんていうのかな、こういうテクニックがあったとしてもそれがちゃんとコースの中でモチベーション高くして強いメンタルがなければ出せないよね。こんな長いさ4時間とかって競技でバーッとこうモチベーション高くやるってすごい難しいんだから、うん、だから4日間競技って難しいわけ。はい、私は何が楽しい？ゲーム？ゲームモチベーション上がる？どうだろう、わかんない、あんまりよくわかんないです。何好き？何好き？何好き？何好きなことないの？なんだろう、何が好きだろう私。あの、分かんない、この放送回がどうなるか分かんないですけど対戦の時に、まあ、みんなね女性チーム対小竹里のプロっていうのもあって、ね、あの、あ、何食べたいって話になったじゃん。ラーメン、ね、まあ、分かんないけど、だからその別にあの話がふざけてるとかじゃなくて、やっぱりそういう場の空気感とか楽しいとか、うん、そういうことがそのパフォーマンスを向上させるっていうそのいい例だよね、ああいうのも、うん、だから私何好きって。で、子供って現金なんですよ。うちの子とかもだっておじいちゃんがお小遣いくれるとか言ったらめちゃくちゃ勉強するから。そう、あ、お前らお前もうちょっとこうなったらお前ちょっともう小遣いやるからみたいなことを言うとめっちゃ勉強するからね。だから何かモチベーションってそういうことですよ、本当に。だから今多くの皆さんは自分自身でゴルフをやることにもうすでにモチベーションがあるじゃないですか。でもプロゴルファーってもうめちゃくちゃうまいんですよ。ゴルフやるのが日常化してるから、僕らっていうのはモチベーションを高くするために結構コーチングって努力しなきゃいけないんですね。で、選手は当然それ生活の一部だからこう賞金を稼ぐために頑張んなきゃいけない。でもモチベーション上がらないみたいな問題があるんですよ、練習に対して。で、モチベーション高くないとできないのトレーニングだよね。辛いから練習はやる、でもトレーニングはモチベーションよっぽど高くないとできないっていう問題点が出てくる。この辺もまあ、プロの現場でコーチとして感じるのはもうここですよね。うまいのにこの子なんでそういうそのモチベーションがないんだろうというふうに思う場合もある。で、今ことちゃんがこの年齢で少しもうかかってるのはこのモチベーション問題でね、練習に対してラウンドに対してそのゴルフ場に行くことに対してモチベーションっていうのをどうやって上げるかっていうのは私にとって究極大事なんですよ。だから今のさっきのゲームの話も、だもうゲーム好きなんだったらその何かの時にいろんなことをこうちゃんと気持ちを切り替えてゴルフに対してモチベーションを上げるためにいろんな方法っていうのをやるべきなんだろうなと思います。一番一般的なのは子供同士でラウンドするのが一番いいよね。だって仲間がいなくてつまんないじゃんゴルフって。はい、どうぞ。なんか対決とかしたりすると、うん、絶対勝ちたいと思うから、うん、かな。対決、うん、対決なんで、なんでも意外と勝ちたい、絶対勝ちたいって思う、うん、じゃあ何だろう、昨日の前半のスコアは対決してなかったからモチベーションが低かった？うん、そういうことでもないな。じゃあ何だろう。いや、いいよ、別に全然全然スコアが悪い要因なんていうのはさ、いくつも考えられるじゃん、うん、いい理由もたくさん考えられるけど、うん、一般的になんかこう、両方いるでしょ。朝のティーショットの時にうわーってなんとなくねコンペで後ろにギャラリーの人がいるとうまくいくっていう人もいると、あ、まあ、ね、見られてるとうまくいかないっていう人もいるでしょ、はい、どっち？見られてるとうまくいく、うまくいくんでしょ、ね、だからまあそういう女優タイプなのかもしれないしさ、いい、これはだから結構人それぞれだし、人に見られてたらうまくいかないっていう人はやっぱりちょっとプロとしてはねそこを改善していく必要性もあるわけじゃん、はい、いい、私でもモチベーション問題結構あるんですよね、はい、はい、どうぞ、はい、じゃあ今100人の人が見てる、打て、はい、はい、天ぷらT 高かった、ごめん、ちょっと高かった、はい、じゃあ帰ろうか、
まあ別にあんまりね、今のこの測定に実は意味はないです。まあ今 T が高くて天ぷらして2発目当たったっていうことなんだけど、まあことちゃんの場合これをどうやってその18ホールね長い間キープするか。そもそもね、うん、子供にとってゴルフってめちゃくちゃ長い競技なんですよ。4時間を超える競技ってどのスポーツでもないんだよね。スポーツの中で最も長いとは言わないけど、かなり時間がかかる長い競技で、子供にめちゃくちゃ向いてないんですよ。子供って飽きっぽくて、基本的にはもうすぐゲームをやめた、負けそうになったらやめたってやるのが子供の特徴なのに、子供に最も向いてない競技をやってるのね。で、年齢がいくとそういう問題点っていうのは改善されて当然来るんだけど、早くからやった時の功罪があるんでね。低年齢からやった時にはもう低年齢からやったからちゃんと動きとか物を振る動作とかがうまくなるっていうメリット、うん、でも早く日常化するから、まあ、モチベーションが低下してうまくこうそういうふうにいかないっていう、うん、だとすると私がいつもモチベーションを保てるような空間とかやり方、はい、勝負とかをやっていく必要性があります、はい。これはでも本当多くのこれねご覧いただいているジュニアゴルファーだったりトップクラスのプレーヤーだったり、うん、まあ、私のように、まあ、プロをコーチングする人からするとプロのそのモチベーションをどう上げるかってすっごい大事でしょ。だから僕のがアメリカ合宿を選択している最大の理由はプロゴルファーのモチベーションアップですよね。やっぱりアメリカっていうもう最高、もうあの空間にいるだけで僕はもうなんていうのかな、感動するわけですよ。やっぱりゴルフっていうスポーツに、でゴルフっていうスポーツをやることそのものはもう感動するっていうことを選手にこう与えたいから、モチベーションを上げたいからアメリカに行くのね、うん、いつもね。今年は行かないし行けないけど、うん、私がそのゴルフをやるっていう意味とか価値とかモチベーションとかっていうのはもうすごい大事。私がもうちょっと大きくなってさ、プロを目指すってなったらね、俺がアメリカ合宿を連れていくから、そうなったらまた別のモチベーションは発生するかもしれないけど、今目の前のモチベーションはなかなかこの年齢では簡単ではないよね。はい、というちょっとねあれですよ、琴ちゃんにはちょっと難しい話かもしれない。ただこれ見てる、このチャンネルを見てるその方っていうのはジュニアゴルファーの保護者の方であったり、もちろん一般のアマチュアゴルファーの方、まあこういうコーチを目指してる子たちもたくさんいると思うから、この問題点はね本当に大事なの。だからぜひですね、今の私の話とかも参考にしていただきながら、まあ選手のモチベーションをどう保つのかっていうことにですね向き合ってもらえればなというふうに思います。まあ、琴ちゃんごめんね、あんまり琴ちゃんに対してのレッスンっていうよりもこういう問題あるよみたいなアナウンスになっちゃったけどね、ごめんね。はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。